こんにちは、ゆかです。今日の動画ではですね、クリエイターにおすすめのスマホアクセサリーということで、とっておきのものをね、いろいろ <laughs> 貯めておいたので、この動画で一気にいろいろ紹介したいと思います。今日紹介するものは iPhone 15とかじゃなくてもよくて、マグセーフがついているものは、マグセーフ入りの iPhone だと12以降かなじゃないといけないですけど、結構ね、マグセーフじゃないものも紹介します。で、あと、マグセーフ関係ないものだったら、 全然別の iPhone シリーズでもいいし Android でも使えるものもあるのでぜひ一緒にチェックしてみてくださいちなみに最初に言っておくとこの動画は全くスポンサーがいないんですけど一部なんかこうよかったら使ってくださいっていう感じでブランドさんに送っていただいたものとか自分で普通に買ったものとかいろいろ混在しているので概要欄とかにも詳細書いておきますがそういうものがちょっと混ざっていること先にちょっと 注意事項で言わせていただきます。まず最初に紹介したいのが、今回ね、モフトさんに、ババン、こんななんか素敵なボックスを送っていただきました。こちらは一応 iPhone、多分 iPhone15 に合わせて、いろいろとね、新商品を出されたっていう感じだと思うんですけど、でも15じゃなくても使えるものもありますし、15用の 新しいケースも出ているようです。これがね、なんかね、今回新しいビーガンレザーの、なんかオリジナルのビーガンレザーを開発されたらしくて、すごく素敵です。ちょっとこれ、つけてみよう。え、これよくない ?iPhone 15 Pro Max ナチュラルチタニウムと、このちょっとオフホワイトみたいな。この組み合わせは、これをね、あの、何色がいいですかって一応聞いてもらったときに、 ナチュラルチタニウムがあることは知らなかったけどこれ素敵やん <laughs> こんな感じですねすごい肌触りが良くていいですねでこのケースを送っていただいたのとあとこんなストラップこれかっこいい色も合っているしこんな感じでこの部分をスマホの中に差し込むのかな差し込んでこれが出る感じいいですねこの紐の部分がかっこいい でこういうと、こちらカードケースかな。これはマグセーフでくっつくカードケース。ここにカード入れられる感じですね。よいしょ。あ、結構強い。結構強力な磁石です。えー、もう一つがですね、注目の商品、こちらです。なんだと思いますかこれもなんか財布みたいに見えますが、実はパカリと開いて、 こういうスタンドにもなるしなんとさらに開いてこういうスタンドにもなるというね角度を結構調整できてどこまでいけないあここまでいけるうわこれはさすがに <laughs> これはちょっときついねこんぐらいこんぐらいいまでなったらいけるねでこういうこともできるしもちろん横向きにこうやって。 立てることもできて、これも同じくね。いろんな角度に使えます。これね。結構良くてちょうどいい高さなんだよね。なんかこうやってなんかまあ、フェイスタイムしたり、なんか tiktok 撮ったりとかもできるしまあ、youtube 見るとかそういうこともできるし、使い終わったらパパ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 パとコンパクトにできて、まあ使わない時はマグセーフなんでさらっと取り外してどっかに保管したり。 してまたねマグセーフでつければいいのでこれがすごく良さそうだなと思って楽しみにしていましたということでモフトさんありがとうございますいろいろ送っていただいてちょっとじっくり使ってみようと思います次こちらも実は送っていただいたものなんですけどビークというスタンドこれもちょっと似ているんですけどスタンドなんですがなんかすごく折り紙みたいになっててパコッとこう 開きますでビークっていう名前はくちばし鳥のくちばしってビークっていうんですけどそれみたいな感じでこうなっていてこう指を入れてこうやってグリップ的に使ってもいいしじゃじゃんとスタンドにもなるしこうなるしで実はこれマグセーフじゃなくてペリ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 素材なんですよ。でなんか全くベタつかないんだけど貼って剥がせる的な感じのものになっていて。 なので別にこの真ん中じゃなくてもどこにつけても大丈夫なんだけどこうなんとなく真ん中につけて使ってあの他のスマホに移す時はねこうベリベリと剥がして別のところにつけることができますもう一つ面白いのがこれがマグネットが入っているのでいろんなところにくっつくんですよ例えばこういう金属製のものがあったらお <laughs> ここにスマホがくっついちゃう ということで、なんか何でも金属製の壁とか柱とか冷蔵庫とかもくっつくんじゃないかなと思うんですけど、いろんなところにくっつけられます。で、例えばこういう、これプラスチックなんですけど、プラスチックのところはもちろんマグネットくっつかないじゃないですか。そういう時はですね、この下のこのちっちゃいバンドエイドみたいな、この子も実はひっつき素材がついていて、これを ここに貼ってバンとつけるとこれくっつくんですよ。<laughs> ということはもうほんとどこでもくっつけられるというかあ,あまりにもザラザラだとあんま良くないと思うんですけどある程度ツルツルのところだったらくっつけられるというねこっちもね貼って剥がせるのでこう使ってない時はこの下のところに貼っておいて、まあ、下じゃなくて上でもいいんだけどでどっか。 変なところに貼り付けたいときは、これを剥がして、どっかにくっつけて、使って、またここに戻すみたいなことができます。マグセーフではないので、アンドロイドでもね、もちろん使えます。好きなところによいしょとくっつけて、バンと、こう思ってもいいし、こうやってもいいし、こうやってもいいし、 こうやってもいいし、<laughs> いろんな持ち方ができちゃいます。Android を出したついでに、Android をマグセーフ化するケース。これ、まあ、いろんなのあるんですけど、これはたまたま今、Castify のものを私は使っています。えっとなんかめっちゃ Amazon で買った、すっごい安いやつも持ってたんですけど、ま Castify、あの方が可愛いプリントがあるから、 こっちの方が可愛いいかなととうここで使っております。でこのケースをつけているとマグセーフの充電もできるしさっきのねなんかこういうマグセーフのアクセサリーも使えるのでなんか併用している人私みたいに iPhone と両方持ってるといろんなアクセサリーが必要だと大変だけどこの全部兼用できるようになるし iPhone15 シリーズからついに USB-C になりましたので全部ケーブルも Android と一緒で大丈夫になりましたはいということでこんな感じでマグセーフアクセサリーが全部使えるようになるというこんなケースもございます。ケースティファイさんとはよくタイアップやっておりますがこの動画はタイアップじゃないのでちょっとなんかコードを言うと変かもしれないのでもしケースティファイの商品興味ある方は私の他の動画を見ていただくとあの15%オフの割引コードがあるのでちょっと他の 動画でリンクしとくので、この他の動画から割引コード使ってください。もう一つの私のお気に入り商品は、こちらのマグセーフのスマホリング、グリップリングみたいなものです。で、これがね、いいのは、もちろんこうやってね、こういうリングとしても使えるし、一番好きなのが、こうやってやって、スタンドにするんですよ。 でそうするとめっちゃ撮影しやすいんですね横型で、えーと。さっきもこれを使ってこのアングルから iPhone で撮影してたんですけどこういうふうに調整もできるしちょっとね他のアクセサリーだとここが出っ張りすぎてカメラに映っちゃうことがあるんですよね。だけどこれだとすごいフラットだからこうやって結構垂直に近く置けてで低いアングルから撮れるのでなんかこう。 こういう小さいものを紹介するときに結構役立っています。なんかさりげなく撮影に実はめちゃめちゃ使っていました。そしてよく私の動画に今までもう何年もめちゃめちゃいっぱい出てきたこのセット。ここの部分、これはかなり愛用しています。こっちはミニ三脚何でもいいんですけど私はあのマンフロットのピクシーを使っています。で、これはまあ何でもいいんですけどこっちのマグセーフのモーメントの スタンドというかアクセサリー、これもう何年も愛用していて一回なくしてもう一回買い直したぐらい大好きな商品です。これがいいところはもちろんね普通にこうやってここでマグセーフつけられるっていうのもあるんだけどこの下に三脚穴がついてるんですよ。 でさっきもねこの三脚ミニ三脚こうつけてましたけど最近このスタンドを買ったんですけどこれも本当にいろんなもの Amazon で出てるので何でもいいと思うんですけどこれがいいところはめちゃめちゃ伸びて 160cm ぐらいまで高さ出せるんですねこの小さいところからでそんなにあの耐荷重ないけどまあどうせ iPhone とかで撮ってるのでまあいいかっていう感じでこれをめっちゃ伸ばせるしで 伸ばすじゃん。ここにこのマグセーフつけるじゃんこれで iPhone つけるじゃんこれでもうね最強セットなんですよ。<laughs> 立ってここまであもう見えないじゃん画角がすごい長いのね。でこうやってやって結構今回の iPhone レビューでもこのスタンド使ったし Apple イベント中も使ったし 新しめのセットだけど結構すでに愛用しているんですがこんな感じでいろんな三脚につけられるっていうところがこのモーメントのこのアクセサリーのいいところかなと思いますでこれこの形だけじゃなくていろんな形があってこの棒がついてないこの丸の部分のやつだけとかこれプラス上にコールドシューマウントみたいなのがついてるのとかすごいケージみたいになってるやつとかいろいろあって今回のね iPhone 15 Pro では プロレス撮影がなんか SSD に直接かけ書き出したりとかできるからなんかそういうものをいろいろマウントしたいとかなったらそういうマウントができる部分がついてるやつを買ってでこう iPhone をマグセーフに置いてで SSD とかなんかいろいろアクセサリーマイクとかいろいろつけたらもう完璧な Vlog セットですよね本当にカメラ普通のカメラが いらないっていうか、結構立場が弱くなってくれないな感じですけど、この子ね、ちょっと高いんですよね。日本で買うと、アメリカでも60ドルぐらいするんじゃなかったっけな結構高くて、日本だとまたらさらに高いと思うんですけど、これのなんか、廉価版というか、安いバージョンのものも出ているので、それもリンクしておきますね。なんですが、私はこのモーメントのブランドをずっと愛用しています。はい。では最後に、 こちら、これ実はまだ開けてないんですけどめっちゃ楽しみにしてて一緒に開けようこれはですねエアスティックっていうものでこれは全くマグセーフとか関係ない磁石が入っていないプラスチックのものなんですけどめちゃめちゃアメリカの TikTok でバズって日本では話題になってるか知らないですけどこれがねすっごい一時期めちゃめちゃバズってました。 でこれは何かっていうとただねこうやってスマホをこうやって置いたりまあこっち向きかななんかこうやって置いたりこうやって置いたりすることでまあ撮影ができるっていう感じなんですがこの裏がまたさっきみたいな何回も使えるでもさ触っても あんまりペタペタしてないんだけどなんかすっごい細かい吸盤みたいのが入ってるらしいんですよねちょっとこれさこれヴィンテージ家具だからちょっとあんまりここにつけたくないんだよねだけどいろんな何でもつけれるらしいんだちょっとやってみようはいちょっとスタジオを出て試しにいきましょう <laughs> どこにしようかなここはいじゃあ例えばここで ななんかか撮影したいいとすするじゃないですかこれをここにくっつけてピタッとでこれが全然落ちないらしいんですよね確かに結構大丈夫そうな気がする相当力を入れても大丈夫なんだけどなんかこれをこうやって立てかけたりとかして TikTok 撮ったりファッションチェックしたりそういうことができます こんな感じでね、立ててもできるし、いや、本当にめっちゃすごいわ、これ。こうやって、置いてもいいし、まあ本当もちろんセルフィーでね、こうやって撮ってもいいし、って感じですね。で、好きな高さにできるから、これいいですよね。で、撮るときはね、なんか、<laughs> めっちゃくっついてるけど、角から、うん角から撮ると撮れるみたいな。ということで、今日はいろいろと、 iPhone だけに限らずいろんなところで使えるスマホアクセサリーを紹介してみました。別にクリエイターだけじゃないんですけど、クリエイターの方とかクリエイティブなことを始めてみたいと思っている方は、撮影にいろいろと役立つものが多かったと思うので、スマホで気軽に Vlog を始めてみるとかすごくいいと思うので、ぜひぜひこういったツールを使いこなして素敵な動画とか写真とか撮ってみてはいかがでしょうか。 ということで、もし何か気になるものがあれば、概要欄に全部リンクを貼っておくので、そちらをチェックしてみてください。もしこの動画面白いと思っていただけたら、いいね評価やチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。